フィッツ・ジェイムズ・オブライエンは、アメリカ合衆国の小説家、詩人。今日の SF の先駆けとも言える作品を残している。1828年アイルランドコーク圏で裕福な、家庭の一人息子として生まれる。11歳の時巧妙な弁護士であった父を失い、母の再婚に伴い、リムリック圏へ移る。ダブリン大学トリニティカレッジへ進学する。 しかし卒業記録はなく、イギリス軍に入隊していたと考えられている。1849年祖父の遺産を相続し、大学を離れ、ロンドンへ行き者公開へ加わる。試作に励む傍ら、ロンドン万国博覧会に賛同する小冊子の編集に携わり、また写紙を尽くした生活により、2年半で8000ポンドもの相続財産を使い果たしてしまう。 1852年フィッツ・ジェームズと名岡へアメリカ合衆国へと渡り本格的な執筆活動を開始する。オブライエンは大学在学中に司祭の片鱗を見せ始め、ロンドン時代にはディケンズの編集するハウスホールド・ワーズ紙等で発表を行っていた。1856年には彼の二編の白ホイネと アイリッシュキャッスルズを収録したザバラーズ・オブ・アイルランドが出版される。アメリカで書かれた最初の作品はジョン・ブロアム編集によるコミック・ペーパー・ザ・ランタンに寄稿された。続いてホームジャーナル誌やニューヨーク・タイムズ誌、アメリカン・ウィッグ・レビュー誌で執筆を行った。1853年2月彼は分筆歴の重要な転機となる。 ハーパーズマガジン誌と結びつきを持ち、オブライエンは、ハーパーズニューマンスリーマガジン誌に60を超える小説誌を寄稿した。また、ニューヨークのサタデープレス誌や、パットナムズマガジン誌、バニティーフェア誌、アトランティックマンスリー誌などでも作品を発表しており、特にアトランティックマンスリー誌では、混合石のレンズ、ワンダースミスなど、主玉の短編が掲載された。 混合石のレンズはダイヤモンドのレンズを使った顕微鏡により水滴の中に完璧な美を持つ女性を見出した研究者の物語を描いた短編でありおそらくは彼の作品で最も有名な作品であるワンダースミスはロボットの反乱を描いた先駆的な作品で邪悪な魂を吹き込まれ動くようになった人形が創造主に反する様を描く 1858年発表のホラーズ・アンノーンと呼ばれる短編はサム・モスコウィッツにより不思議の国のアリス以前におけるシュールリアリスティックフィクションの最高傑作と述べられている。あれは何だったのかは小説において透明な生物を扱った最初の例の一つとして知られている。また劇作にも手を広げており、ジェームズ・ウィリアム・オラックのために A ・ジェントルマン・フロム。 アイルランドを制作し、一世代の間上演された。また他にもいくつか舞台の脚本と脚色を仕上げ、しかしそれらの上演期間は短かった。ニューヨークでは、ボヘミアンのカビナ一団と、交友関係を結び、再び勝者な生活を送った。またジョン・ブロアムやブロードウェイのプファフに供される、毎週の晩餐で、オブライエンはパーティーを盛り上げる中心となっていた。 1861年南北戦争の勃発と、共に北部陣営ニューヨーク州兵軍ナ7連隊に入隊。前線に行くことを望み、ワシントン DC 側のキャンプカメロンへと送られた。彼の連隊がニューヨークへ帰還した時には、フレデリック W ・ランダー巡賞の爆僚に加わっていた。1862年2月26日小競り合いで、左肩に重傷を負い、 左肩切断にまで至る。そして4月6日、メリーランド州カンバーランドで33歳、早すぎる死を迎える。死後友人ウィリアム・ウィンターの編纂により、13編の短編と多くの死を収録した、著作集、フィッツ・ジェイムズ・オブライエンの死と小説が出版される。その後、エドワード・ジェイ・オブライエンらにより短編集が刊行されるが、 いずれもウィンターの著作集の再録であり、オブライエンの残した作品は日の目を見ないまま時は過ぎていった。しかし20世紀後半になり、新たに6作品が発掘され、1988年には、ジェシカマンダサル・モンスン・ラニオリ25編を収録した、オブライエン超自然小説集、全2巻が刊行される。ありがとうございます。